レジナルド・ウェイン・ミラーは NBA で活躍した元、プロバスケットボール選手で、インディアナ・ペイサーズ一筋でプレーして活躍した。カリフォルニア州、リバーサイド出身。ペイサーズ史上最高の選手とみなされており、ミラーが着用していた31番は2006年に、ペイサーズの永久欠番となっている。現在は、TNT の NBA 解説者として働いている。 ミラーは生まれつき足が曲がっており正常に歩くことができなかったのでギプスをつけるなどの強制を数年を行い正常に歩けるようになった。なお、ミラーの家族は兄のダレルが MLB のキャッチャー、姉のシェリルがバスケットボール選手でオリンピック金メダル獲得、妹のタミーがカリフォルニア州立大学でバレーボール選手とスポーツ一家である。ミラーは カルフォルニア大学ロサンゼルス校に進学し、1984年から1985シーズンにはネットトーナメント決勝に進出、1986年から1987シーズンにはパックマイナス10でシーズン優勝した。カリーム・アブドゥル・ジャバーに続く UCLA 歴代2位の通算得点を記録し、1シーズンでの記録では最多得点。 一試合あたりの最多得点、最多フリースロー成功数などのタイトルを獲得している。1987年の NBA ドラフト一巡目11位でインディアナ・ペイサーズに指名された。当初ペイサーズはセント・ジョーンズ大学のマーク・ジャクソンを指名する予定だったがドニー・オルシュ球団社長のひらめきで急遽ミラー指名に切り替えたという。その後ジャクソンは18位で 地元のニューヨークニックスに指名され、ペーサーズでもプレーしている。1994年のイースタンカンファレンス決勝の第5戦では、アウェーのマディソンスクエアガーデンで、宿敵ニューヨークニックス相手に第4クーターの12分間で25得点、1試合合合計39得点を上げ、チームを93から86の勝利に導いた。しかし、その後に連敗し、 NBA ファイナル進出はならなかった。翌1995年のイースタンカンファレンス、準決勝第一戦でも同じく、マディソンスクエアガーデンで、ニックスと対戦し、試合終了まで、残り16.4秒で6点を追う状況で、ミラーは、スリーポイント2本、フリースロー2本で8得点し、107から105で、逆転勝利し、またしても、ニックスを、 奈落の底に突き落とした。この時のミラーは、スリーポイントを決めた後、ニックスのインバウンズパスをスティール、そして自ら3ポイントラインまでドリブルで下がり、スリーポイントを決めるという離れ技をやってのけた。その後、ペイサーズが、ジョン・スタークスにファウル、スタークスは2本のフリースローを外し、リバウンド争いでファウルを受けたミラーが、最終的に2本のフリースローを決めたものである。 4勝3敗でこのシリーズに勝利し、イースタンカンファレンス決勝に進出するが、オーランドマジックに敗れた。1998年にペーサーズは3年ぶりに、イースタイカンファレンス決勝に進出する。この第4戦で、残り3秒で93から94と負けている状況で、ミラーはマイケル・ジョーダンのマークを振り切り、スリーポイントシュートを決め、逆転勝利を収める。 このシリーズも最終戦までもつれるが、第7戦に敗れて3勝4敗でまたも、カンファレンス決勝で敗退となる。2000年、フィラデルフィアセブンティシクサーズとのイースタンカンファレンス、準決勝第1戦で、ミラーとチームメイトのジャレンローズが40得点ずつ取り、108対91で勝利する。なお、1試合で同じチームの2人が40得点を獲得したのは、 NBA プレイオフ史上4回だけである。結局4勝2敗でこのシリーズに勝利し、カンファレンス決勝も、ニックス相手に4勝2敗で勝利し、ペーサーズにとってもミラーにとっても初の NBA ファイナル進出となった。NBA ファイナルでミラーは1試合平均24.3得点するが、ロサンゼルスレイカーズ相手に2勝4敗で敗退した。2002から2003シーズン頃からは、 チームの若手に出場時間を譲り自身の、出場時間は1試合平均で30分程度と、大黒柱としての役割は減っていたが、バスケットボールへの態度等でもチームを牽引していた。2004から2005シーズン前半の2004年11月19日、デトロイトピストンズ戦で起こった乱闘事件により、ペイサーズは、ロンアーテスト、ジャーメン・オニール、スティーブン・ジャクソン、 アンソニー・ジョンソン、ミラーが出場停止となり、特にアーテストがシーズンの全試合、ジャクソンが30試合、オニールが25試合、その後15試合に軽減と長期の出場停止処分となり、その間ミラーは先発選手としてリーダーシップを取って1試合平均20得点近い成績を残した。また2005年3月19日のレイカーズ戦では39歳に、 して39得点を記録している。2005年2月、ミラーは TNT のレポーターである姉、シェリルを通じシーズン終了後の引退を表明した。同年5月、プレイオフでペーサーズが敗退した後、ミラーは引退した。なお、最後の試合となった2005年5月19日カンファレンス、準決勝第6戦のピストンズ戦では27得点だった。二千六年三月、 インディアナ・ペイサーズがミラーの背番号31を永久決番にすることを発表し3月30日に永久決番のセレモニーが行われた2007年8月スター選手が集まったボストンセルティックスにベンチプレイヤーとして現役復帰するという話が浮上するもミラー本人とセルティックス側双方が否定した百九十四年全米代表として ドリームチーム2に参加、バスケットボール世界選手権に参加して優勝。1996年アトランタオリンピックの全米代表チームの一員として金メダルを獲得。2002年にも全米代表としてバスケットボール世界選手権に参加するが敗れ、これは NBA 選手が参加するようになってから全米代表が初めて優勝できなかった大会となった。 b a s k、r、e t b a l l r e f e r e n c e c o m ありがとうございます。